うぜえ。あよー、同時に始めんな。まさかやったわ。あってなったわ。久しぶり。久しぶり。久しぶり。2日ぶりやけど。2週間ぶりぐらいじゃん、やんの。確かに。忙しいですね、最近は。なんやかんやで。ちょっと大変やったな。死んだもんな、ほんまに。最近さ、うん、口周りの肌荒れ、はいはいはい、ニキビ、二十歳超えてるから吹き出物、うん、すごくて、ほう、ヒゲ剃ったら荒れるやん。そうね。だから俺今ヒゲをやねん。そうなんや。かわいそうに。かわいそうに。ヒューかいてない。マスクで。マスクでは荒れてないかな俺は。うん。このまま飲んでいいかな。いいよ。ゆっくりやろ。今日はね、せいちゃん、せいちゃん明日誕生日ですよ。ほんまやな、忘れててんけど。ピーマタグってそういう意味やんな、多分。うん？ピーマタグって昨日 LINE してたやん、朝方。うん。ピーマタグってそういう意味やんな。あ、そうそうそう。な、俺自分が誕生日ってことを忘れとってさ、全然意味わからん回答してたな。うんうん。ありがとうございます、ありがとうございます。誕生日今ちゃんとお誕生日おめでとうしてあげて。でまあそれの影響でせいちゃんもせいちゃんで仕事があるから、今日はちょっといつもより早めに気持ち初めて見ました。てかほんまは俺らさ、二人のタイムツリー組んでるやん。うん、さっき気づいてんけど全部8時スタートになった。8時は無理やな。適当やったな。ご飯食べて。誕生日なんか20歳超えてみ、忘れんで、自分で。マジで。俺18ぐらいからさ、うん。誕生日の日、仕事じゃなかったことない。働きすぎ。働きすぎれるな、それは。働き方改革しよう。忘れんように毎年私がお祝いしたろう。誕生日は仕事やと思わないって。
あ、思う思う。誕生日以外も仕事休みたいと思う。うわ、センスあるコメント来たわ。何？ダル君、プレゼントあげるんですか？あげるか。キャンプで何が欲しい？何欲しい？あ、僕のストーリーのハイライト見てください。欲しいものリストと PayPay の送金 QR コードあるんで。きっしょ。この間友達とさ、欲しい椅子いじっとってん。うん。なんかいろいろガチで普通に、なんやろな、欲しいもの。うん。まあ、高いもので言ったらその Mac とか。安いもので言ったら、ウコン、ヘパリーゼとか、うん、ポテチとか、なんかいろいろやっとったんよ。うん。これ、そこに混じって1個だけ点があったらめっちゃおもろないっつって。なんか36個セットみたいな、1個入れた。36個セット。それ買おうかな。いや、ほんまにやめて。ヒカルからのダンプレ。もう今年俺ヒカルにしたな。うん、したね。2月してもらいましたね。ね、おめでとう。明日家の前いっぱいにしたろ。いや、ほんませえへんかったらマジで知らんで。ペペロンチーノ懐かしい。これ良くない？ペペロンチーノ懐かしいな。青春や。俺全面で一番好きなのこれやねん。目の前に365個並べとくか。1年分うるうとしちゃったら1個足らんで。テニステル、モニター、このワイドモニターめっちゃ良くない？うん、なるか。誕生日か。誕生日らしい。去年何したっけな俺。去年仕事やったわ。うん、知らんな去年は。日曜日結婚式に行ってまいりました私。ああ、いますね。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。そう、結婚式を挙げる知識はめちゃくちゃあるのよ。プランナー目指してたから。うん。でも意外と参列するの俺初めてでさ。めちゃくちゃ良かった結婚式。マジ？いやでもいいよな、うん。で、なんかいろいろ準備とかこっちもあるわけやん。うん。スーパーだるいねん。めんどくさい。準備が。うん。だから俺絶対結婚式やるって思った。逆に？そう。味わわしたろうと思って。俺手伝えへんで。そして前日に、三次会幹事してって言われるしね。ああ、言ってたな。ああ、いいっすよ、つって。お疲れ様でした。すごすぎ、俺。自画自賛。いや、ほんまに。ようやった。24歳の抱負とかありますか？あ、それは聞いとかなあかんな。4歳の抱負か。
それ何かあった？ 23 の抱負。ちゃんと生きる。あ、めっちゃ大事なことやん。めっちゃ光るやん。めっちゃ俺やろ。うん、俺死なない。一番大事やな、うん、いろんな意味でね。いろんな意味で。体力的にもそうやし。ちょっとそろそろ90点リベンジしたいな。確かに。最近はね、あのアカペラの練習をよくしてるよ、家で。アカペラで、ゆっくり歌って、どこでしゃくりがあって、フォールがあって、ビブラートがあって、音程がどうでとかっていう練習を最近やってますね。二人とも抱負が素晴らしいですね。人間を感じる。すごい薄い抱負やったけどな、二人とも。いる。知らないってだけやからな。今年の抱負は TikTok ライブを始める。あと30人やったかな。じゃ、ほんま、はい、はい、1人1個アカウントもう1個作って。あ、そうで、 TikTok はまだ、まあ、見てっちゃ見てやけど、そういう歌とかの投稿をねしていこうかなと思ってます。思ってるだけ。実際に思ってるだけやね。はい、どうなる。なんか今日わからん動画上げてるかもしれへんし。ただなんかよくあるやん、あの急にカメラ回す、なんか何々歌ってやとか、うんうん、こんな感じの曲歌ってやとか、そのもうまず事前の打ち合わせなしで歌わせたらどうなるのかみたいなのはやりたいなって思ってんな。 TikTok やからこそできることやるし。30個アカウント作ろうか。ちょっとマジで頼むわ。マジで頼む。もうアカウントちゃう。フォロワー買って。誰か。30だからやったら多分500円、1000円ぐらいちゃう。30人友達かき集めてみて。それが一番いいけどね。ここニキビの赤ちゃんができてるんやな。うそやん。俺ニキビのおじちゃんたちがいっぱいおんだけど。ほんまにやばい。ヒゲ見える？光る？見えるな。動画はとりあえずまあいろいろ準備しとるっちゃっとるんで、まあまあまあお楽しみにって感じやね。そうね、まだね、いろいろね、まあこういうご時世でもありますからね。感染者増えてきて会うのもちょっと難しいしな。まあな、なかなかキョロナが、キョロナがね、いまだに収まらないですからね。人も動画載せなって、だから動画準備してるって言ってるでしょ。分かった、俺の今年の方を決めた。他力本願。ふっふっふ、今年っていうか、これからの抱負、死ぬまでの。死ぬまでの抱負決まっちゃった。ほんで、誰も助けてくれへんくなった時に死ぬ。ああ、クソみたいな抱負や。
いいことやろ。大基本が。それでだいぶもう確かに増えたね。まあ、実際 SNS ってね、見て、フォロワーしてるけど見てないっていう人が大体やからね。まあ、あんなもんやったけど。長生きするかどうかはあれよ。もうどんだけみんなが助けてくれるかって怒んなって笑ちゃうねん。笑うなって。誰のせいで怒ってると思ってんの。やばい。大基本がすぎん俺ら。自分でどうにかしようとしてないもんな、マジで。今がやろうとしてるでしょ。怒んなって。笑うなってって言いくよな。ああ、でもちゃんとあの動画も投稿するし、そこら辺もちゃんと考えてるんで、まあもう少々お待ちを、まあのんびりふらりやらせてくださいよ。あの、他のこともまあやってますんで。ね。やで。お互いがお互い、できることって限られてるもんなんで。誕生日って嬉しいんかな、みんな。他のことって、まあ普通に仕事とか、仕事、プライベートとか、睡眠とか食事とか。そうね。タバコとか。誕生日嬉しい。いや、なんか嬉しいって感情なくなったな。別に今お互い彼女おれへんし、まあ祝ってくれる友達とかおるけど、なんか誕生日来たっていう感情って年々薄れるよな。なんか、うわ、もうすぐ誕生日やんとは思うねん。うん。7月とかなったら。うん。でもなんか実際誕生日を忘れちゃう。ああ、わかるな。あ、もう13か、みたいな。うわ、もう誕生日やん、みたいな、なるよな。え、もう、あ、あ、誕生日だ、みたいな。あ、スイッチ買ったわ、誕生日で。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。そのスイッチでヒカル君をボコボコにしております。ガチで。さあ、もうスイッチ買って修行せえなな。して、ほんま。私はその時忘れられない日だから逆に困ってる。はあ。はあ。その忘れられない日。誕生日臨時収入もらえんの？めっちゃいいやん。80万ぐらいかな。えぐない。物理的にボコボコにされてるの。でも誕生日祝ってもらえたら嬉しくないですか。嬉しい。まあ、そりゃね、そりゃそうよ。そりゃ嬉しいべ。あと誕生日は1年で唯一何しても許されることないってことない。バッサリ言って、まあ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 、でもその次の日とかから怖いよ。誕生日でハメ外しすぎると。私、お祝いされるより お祝いするのが楽しい人。うわ、わかるだ。お祝いされた時のリアクションむずいんよな。ありがとう。めっちゃ嬉しい。なんかサプライズとか
ぶっちゃけサプライズ。はい、電波悪かったわ。ああ、なんか画面フリーズしてた。うん、急に止まるから、なんかびっくりした。お祝いする方が、みんなお祝いするのが好きな人やん。ほんまや。ってことは、明日せいちゃんの誕生日をちゃんとお祝いしましょう。いやな。うん。じゃあヒカルと二人で店で待ってるから、みんなで来てな。明日か。給料出ますか？出しましょう。あー、働きに来ましょう。さあ、みんな、来ましょう。さあ、どこにあるかな？検索かけようが何しようが出てこやんで、ちなみに。せいが働いてるバーって、そんな変な店じゃないけど。ホームページとか作ってないからな。ただ、Google マップとかも出てこやんやろ。Google マップもやってない。なあ。やってやって言われて、あ、いいっすよって言われたから、うん、今多分、ここで止まってる。ああ、なるほどね。ヒントはナンバーです。南です。で南、今なんかインフルとコロナエグいらしいから。インフル夏やで。いや、なんか来てるらしいで。エグいやん。だる。そこのバーは俺別にちゃんと働いてるわけないっていうわけではないかな。でも、もし本当にあのせいちゃん祝いに行くよっていう人は、あのせいちゃんに直接連絡してあげて、直接会って、直接俺は明日多分いてないと思うけど、誰か来たら光無理やり呼び出してあげるわ。行く。交通費せめて出してくれ。出しましょう。交通費時給出しましょう。おー、なるほど。あんたの誕生日やんな。うん。帰りのご飯も出しましょう。おー、なるほど。今、もろもろの諸事情で俺、まだちょっと外出るのが難しいかもしれんからね。大阪行きて、もうちょっと落ち着いてからにしな、大阪来るとしたら。大阪な、まあ、そのうち俺と光で東京行くよ。ああ、まあそれは行きたいな、普通に。俺ディズニーランドしか行ったことないし。俺ランドもないねんけど、どういう意味？ディズニー行こうや、ディズニー。ディズニー男二人で行こうや。うん、一番楽しいと思う。制服着よう。制服か。ヒゲ生やしとくから。ヒゲ面制服えぐいて。東京来てよって言うけど、東京行って何しよっか。東京行ったら何したいと思う。ヒントもらったもんね、いろいろ難かった。うん、あのね、マジで検索しても出てこやんから、店名言っても意味ないし、だからあのせっちゃんに連絡してあげて。大阪市中央区東心斎橋までしか覚えてない住所ですって。俺制服まず残ってんかな。まずそこは熊本にも来てください。福岡は行こな。熊本は行かんねや。福岡に来てください。うん、沖縄行きたいねんな。沖縄ね、なんか友達が行くって言ってていいなーって話を今日か昨日かしてたわ。二人で C って Vlog みたいなやつ撮ってきて。
Vlog か撮る、撮るか。寺脇やん。ユースケ。寺脇周年顔出そう。多分。LINE でせえ、LINE で。そんな連絡。回を重ねるごとに。名古屋行きたいな。名古屋行きたいな。いいな、視聴し始めてすぐ抜けるのね、これ。ちょっと見て。東京マジで行かなな。行かなあな、あんま行きたくないけど。11月ちゃう？ 11 月？ 11 月か。11 月か。承知した。東京ね。東京で会いたい友達しかめっちゃいてるからな。せやねんな。友達多いからね、お互い。東京にな。東京にもね。俺の住んでた新大久保には行かんとこな。11月毎日東京駅で待っとこ。え、品川で降りよ。バリ意地悪いやん。11月毎日東京出て深呼吸しよう。やばいって。ポンチ、11月毎日東京出てって、東京じゃなかったあなた。友達を、友達は多くない。なあ。たまたま東京とかで。頭ネジぶっ飛んでるやつとが多いから、俺の場合は。もう、あちらこちら似てるよ。夏やん。はい。川でサウナしたない？わあ、なんか、マイサウナみたいなやつ？テントサウナみたいな。そう。あれで、入って川で、川そのままダイブして、で、天然外気浴。マジで多分宇宙のシーンに見えんで、それ。なあ。うん。もうほぼ無料空襲やんな。うん。そんなもん。変へんよ、そんな。してもうたら。あ、ユニバの年パス買います。あ、買ってください。9月16日から呪術やん。うん。それまでに、ハンターハンター一回行って、うん。呪術廻戦は毎日行こうかなと思ってる。毎日？セイピカちゃんが楽しい旅行できるようにボディーガードしましょうか。笑っても。スパーキング買ってからな。ない方が楽しめるよと思う。ありがとうやけど。らしいで、どんまい。ありがとうやけどね。女の子いてる方が気使うわ、こちら。多分マジでさ、その友達としても女の子いてるときと二人のときとさ、全然ちゃうくない？立ち振る舞いというか。どうやらな。いやでも意識しちゃうやん、女の子いてるだけで。
女の子による。あんまそれないんやな。女の子は女の子やし、俺なんか対応は違ったりするけど全然俺は変わらんかも。でも男2人の時の方が、まあ男だけって究極におもろいもんな。ガチでおもろい。多分女の子も女の子だけの時の方がおもろい。まあなんか女の子は女の子同士でいろいろあるっていうしな。まあでも同性同士の方が絶対楽しいとは思うんやけどな。近くにおるのが気まずいか。じゃあ大型水鉄砲を持って数メートル離れとく？って。あ、ボディーガード呼んどくわ。どうなったら。みんな寄生虫？あ、寄生虫か。閲覧数、あ、確かに全然見れなかった。30。まあそんなもんで、平日やし、お盆やし。木曜ちゃうし。今日金曜か。やっぱ曜日感覚か。あ、思い出した。はい。彼の来月木曜日行けるの？確認しまーす。無理じゃなかったっけ？来月？うん、9月から。あ、9月からは無理です。なあ。はい。全仕事ですね。9月、10月、木曜日。すでに言うと。カードオフ。カードオフ。土曜日やってみるのおもろさいかな。あ、でも土曜日の方が人は集まりやすそうではある。なあ。で、TikTok もそっちの方が人見るやろ。うん。みんなはどう思う？そこらへん。みんな俺らの。いいと思う。土曜日の方が見やすい。って言ってるわ。ゆかりさん、ニート卒業したの？さあ、どうだろう。さあ、どうだ。だけどね。そういうわけにはいかんからさ。国民の義務で納税っていうもんがあるから。19時代が TikTok 見てる人多いらしい。あ、でも土曜日やったらそれぐらいの早い時間の方がいいよね。うん、それはそう。昼とかでもいいしな、逆に。うん。おやすみ。あっぷねー。最近携帯持って寝ることめっちゃ多いんよな。なんか漫画読みながらとか、なんか YouTube で動画見ながらとか。なんか、落ちる。納税ちゃんとしないとダメですよ。納税してなかったらダメですからね、国民の義務として。ちゃんとみんな年金払ってる？俺らもらわれへんけど、親の世代は。絶対あやかちゃんやんな、AYK って。AYK で俺、あやか以外見たことないわ。俺、あゆかっていうの見たことあるわ。あー。友達であやこっておるわ。結構おった。あやこも AYK や。AYK。このアカウント名でさ、うん、勝手に名前当てしてんね、一人でいつも。きっしょ。しゃあない、それぐらいこそ楽しむことないから。じゃあ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 、まあ確かにな、もうその気持ちは分かるわ、ほんまに。もうその通りだと思う。まあでも、ある程度予測つくもんな、ID って、結構。
MPMP ってやれろ、マジックポイントやろ、キングダム8でいうところの。そうね、ファイヤー、ファイラー、ファイガー。アカウント名見ても絶対わからないと思う。ハロー、マイインスタ。これははるかやわ。いや、当たってたら怖いわ。いや、怖いよな。うん。当たってたらごめん。また、あの、名前出さなくて全然大丈夫やから。イエスやね。全然答えんでいいねんで。打ったって。あ、全然違うって。よかった。あの、よかった。煽ってる？ブブー、全然違うって言われた。うん、www って言ってるからな。当ててほしい。ひー、小梅。あ、めっちゃ答えてもた。SHTMRYY。いや、そもそも本名じゃない人もいてるからな。確かに。ポンチって本名？笑うてもた。可能性あるやん。まあまあ、ゼロではないわな。そら。田中ポンチ。田中ポンチ。いい光明な。え、瞳？え、さすがそうです。いや、やんわりヒントもない人とかおるやん。うん、ないない。例えばアカウントって大体そうじゃない、ヒント残した負けなとこあるしな。でも俺 SE って入ってんで、タコアカウントちゃうやん。え、田中 G ダッサ。俺らで G 考えてるから、あのお願いから解明して。うん、待って、正解すぎてすごいってきた。はい、ひとみさん。はい、赤い糸。俺のおかんもひとみやん。だから、うちのいとこのお母さんもひとみで、ひいこって呼ばれてるからな。ひいこ。すごない、でもほんまに。何が？瞳やったわ。いや、まあ、100万円です、これは。ありがとう。100万円やわ。その池でチーって使っていいのは電池だけやから。絶対に。ひらがなでいいよ。ひかる、終わらすな。うん。いや、終わらせてあげた方がこの子のためになる気がしたよ、俺はもう今。だよな、この子の未来が心配や。そう、ほらもう名前電池でエヴァとか言い出した。オッケー、電池な。いっそ無理だな、それは。川か KW やから絶対多分川変わった。変わった、変わったに川むず川村。
もうなんか急にみんな乱したような気がせんこともない。変な時に乱すなって。まあ、いっちゃ盛り上がってるけど、今が。え、今日の山これ？何の時間か分からんけど、私待ってて。H0H0NOK。ほのか。どれどれ、ほのかどれ、いや、分からん。そんな即答するぐらいなら、多分ほのかなんやろな。H0H0N_K。どれどれ、ちょっと遡って、頑張って。遡らなあかんの。遡らなあかんぐらい、煮えてるん、このインスタライブ今。煮えてる。煮え煮えよ。だってもう上、すごいもん。あ、違うらしいわ。ちゃうやん、謝って。違うってことは違う。あ、しかも違うよとかじゃない、違う場合やから多分かなり違うんやと思う。切れてるやん。すいません。このウェイブの人あれやわ、ひとみちゃんからペイペイで100万円送金されるはずやから。おめでとう。いいよ、90万で。やばい、でも楽しいよって来てる。でもって何？でって何？でもって何？こんにちは。あ、100万送ってくれてる。お見つきでお願いします。即答して外してんのガチ大笑いしたって。うっせやん、後悔がありえる。あのユーザーネームでそんな言うたかんわ。じゃあほのかで。これからあなたをほのかで生きてください。当ててくれたらせいちゃんにペイペイ送金。マジで俺めっちゃ頑張んで。そんな、いや、それやったらもう今日仕事行かんからさ、みんなこれやろや。こっちの方が稼げるわ絶対。じゃあほのかで生きてきます。お願いします。ごめん。ただいな、当ててみ、送金したら、え、ポンチ、はい、100万、お願いします。しゃあないから、光40万あげるわ。よし。名字当てたら送金するって。下の名前にして、下の名前多分、りょうか。いや、私のも頑張れば当たる、当てれるから頑張ってみては無理やろ。ハロー、マイインスタで。アホなん？当てずっぽうにも程があるもんな。なあ。みほ。7。みほか7で。扱い雑すぎるよ、進めるよ。ガーのこうやろうって最初言われてたらな。むずいな。でもほのかが頭から離れへんけど。
でもほのかではないのよ。名字木原。ピーピーチャレンジ絶対打ち当たんないから当ててくれたら送金しちゃう。タエ。私2文字。萌え。2文字じゃないなぁ。あぁ、旦那さんじゃなかった。無理やろ。ハローマイインスタは。だってハローマイインスタやもん。伝わるよ。消えるよ。あ、そうなんや。それで消える設定にしてる俺は。あ、消えない設定もあるね。えぐいやん、えぐいやんとか言うと思った。えぐいでマジで、なんかなんやろ、チャミスルとか俺入れてたやん。うん、チャミスル消えへん設定にしてて、みんながチャミスル送ってきたら俺チャミスルえぐいことになるから。確かに。萌えじゃないんや。3文字なんです。タエコ。急に。名字当てるガチ税制さん。なんか結構キモいな俺。やめとくわ。占いできるやん。あなた名字、私のも送金チャレンジしてみてほしい。名字でも名前でも。もも。モナ。だって T からやろ多分。タからやろ。タナカ。タナカ。タナカ。イントネーション。中さんなんよ。村山タナカ。絶対これ当たらんやつです。当たらんやつでちょっと挑んでくんのちょっとあかんわ。これはちょっとちゃうよ。いやもう答え出るからペーペー送って。見る用のアカウント絶対当てられへんからな。俺って。田中な。あ、田中か。あ、マイマイ、マイちゃん、はい、あ、出ました。名字も名前もあるっちゃある名前だから、当たったら天が送ってあげる。やったやん。半分光あげるな、じゃあ。それって、天気。半々にしような。オッケー。欲しいものですな。いや、中村光る。中村光るやばいやろ。中村光るってなんかおらんかったっけ。芸能界のせい。中村光るくん覚えてたら分かりそうだけど、多分覚えてないな。中村遥か。こんなこと言うなって。私も参加したい。じゃあ当てるな、ポンチ勝ちで。田中は惜しいやつかもしれない。田中惜しいんや。タミちゃん。天がもらえるって。ちょっと待って、そんなん言われたら詳しくなるやん。思い出す。なあ、ちょっと。俺ほんまだって20分にインスタライブ終わらそうと思ってんで、今日。もう1時間経っちゃうね。ちょっとこれリベンジさせて、答え用意した上で。みんな
あれにしよう。近々インスタライブするから、ユーザーネームちょっと変えよう。ちょっとだけでいいわ。あの、なんかその、雰囲気欲しい。俺とかヒカル結構雰囲気やん。もう、なあ、わかるやろって感じではある。まあ、SE だけ見たら、俺のこと知らんせったら、せいって分からん可能性もあるけど、雰囲気は出てるやん。とか。MP、萌えかちゃん。じゃなかったらもう、ちょっと、あと8時間欲しい。あと、ほんまにあの、ハローマイインスタだけは分からんで。中村遥香。これのためにユザネカエルの希望でか。ポンチ頑張ろう。頑張ろう。私のもまた答えて。今答えるよ。ほのかやってこれは。もう今日ほのかって言わんとってもほのかになんねん。雰囲気でいいわ。で、あの、別にいいよっていう人はもう。マジでユザネにヒント入ってるんだけど、下の名前だけでいいから、あの答え教えてほしい。あのミヤ、ミヤちゃん、ミヤ、モモ、あれモモってさっき言ったか。どれ？おい、ちょっと一番ちゃうわ。 H0 か。おい、簡単なかも。絶対ジュナ、ジュナ。はじめの文字入ったらいいよ。た。たえ。なこ。俺ら今結構バラバラでやってるよな。バラバラでやってるな。最後誰かの当てて、もう決めん、これは。誰かの当てるまで俺出勤できませんやる。バースデーやのに。ほんまに純な違うけど惜しいって。あ、せやな、なんかいつも俺らが喋ってるから、今日はみんなに俺らが参加しよう。参加型ね。もう急にすごいいっぱい見始めたって。ケイちゃん一生出勤できないじゃん。いや、ほんまに。だから俺出勤せんでいいようにペイペイで稼ぐから。なんか変な跡ついたんだけ。まあ、インスタ初め文字入ってるらしいぞ。どこに？ミヤ、みやこ、み、やらー、わからん、いやー、おめでとう、りょうかちゃん。俺、明日っていうか、3時間後。これ、意外と楽しいぞ、ユーザーネームから名前連想すんの。みやばつ。あやかちゃんとりあえず当たったから、あの簡単すぎて300円送金しとってください。ヒカルと2人でペペチ食べます。ペペチね。私も当てる側に回る。インスタこっちもすぐ名前変えてきて。どれが一文字出てるかも分からへんもんな。え、俺はあのこのマイインスタのここなんか変な跡ついてるわ。マイインスタの、うん、MY やと思ってる、睨んでる。
ちょっと待って、ガチすぎやって俺ら。え、うまいに絞る？当ててくれてありがとう。いいよ、あやかちゃん。田中。さっきも言ってたで、それ。田やろ？タカコ、タカコ、え、楽しい。マイインスタちゃん当てるの頑張る、私も考える。え、みんなちょっと頑張る。あ、マイコ、マイコはちょっと天才かもしれない。いや、答えは、まあ、いや、みやびとかはちょっと天才の発想やな。あ、みやび天才。ちーちゃん、ち、ち、ちなつ。たかこ違うんや。まだ出てないよーって。えぐいてー。まゆ。これは果たして本当に MY やと言うのかっていう。アヒロね。M はそもそも合ってるって、その俺の勝手な発想でなんかちゃうかったらみんなごめんって感じやねんけど。で、タクシー呼ぼうな。呼んでください。みんな、あの、できる人はなんか下の名前できれば下の名前で、あの、下の名前の方が個人特定されにくいから、下の名前のヒントをどこかしらに織り交ぜた ID に変えてほしいな、来週までに。やな、来週とは言わずにもうなんかどんどんやろう。みんなこの楽しさ分かった？俺が一人で楽しんでたけど。え、これちょっと楽しいねんな。キッショ。光さん俺にキッショって言ったけど、結局アルファベット3文字。マイ。あ、さっき言ったか。ミオ。マイ。ミ。あ、ちょっと待って、ミオ。ありえそう。いや、ヒロは天才やで、これ。ハロー、マイインスタで。ハローでヒロ。おい、お前それやったら、お前とか言っちゃったわ。お前それやったらマジ3人で飯行ったるわ。惜しい。み。ちょっと名前当てオフ会しようや。名前当てオフ会。やばいやん。次また会って。顔見て名前当てるとかなるで。顔でもなんとなくこの子何何何っぽいなみたいなのあるやん。ああ、欲しいのはこれまでにあったってことは多分 MY やわ。じゃあやな、ヒロじゃないわ。